九州の鹿児島県指宿市というエリアは一年中暖かく温暖な気候のために、あの霜が降りにくくて、あの彩りのいい野菜を育てられるのがこのエリアの特徴です。化学肥料をするための工夫の一つとして、あの畑にソルゴだったり、あのひまわりだったりっていうものを植えて、あの保肥力を高めたり、あの畑の吸収、リン酸の吸収を高めたりっていうような工夫をしています。あの土作りを夏の間にすることで、あの美味しい野菜を作ることができています。はい、シンガポールのバイヤー様にもあの高く評価をいただいておりまして、ロス率が低いっていうので、あの売れ行きが好調と伺っております。輸送の面で気を使っているところは、あの鮮度管理に気をつけて、あのしっかりお届けするというところです。でそのうちの一つとして、収穫後1時間以内に冷蔵庫に入れてしっかり冷やし込むこと、もう一つは段ボールの強度を高めて、あのしっかり中身を傷つけずに届けられるように工夫をしています。大吉農園にとって輸出産地づくりとは、鹿児島ぐるみの仲間づくりです。仲間を増やしていきたいと思っています。